旬な人占い、はい、昨日に引き続きまして、はい、ももクロの、はい、有谷さん、有谷さんね、はい、昨日私が喋りすぎて長谷川さんが俺にも喋らせろって言ったんですねあのぜひこの辺はお聞きしたいところですけど、ね、いや喋らせろっていうか、まあ、僕の意見はもう個人の意見だからもう占いとかじゃないんでねその本当勝手な僕の意見ですけども、ね、まあ、22という若さじゃないですか、はいはい、で大学行って唯一大学行ってる方なんですよね、あのメンバーの中で、そっかそっか、で大学行っていろんな友達と会ってお話ししていろいろ刺激を受けたみたいなことも言ってたんですよ。うん、だからそこでなんか普通の女の子に戻りたいとか普通の女の子になりたいとか料理とか家事とかやりたいっていうのも、僕はね本当にもうまあないものねだりなんだなって思うんですよね。今までもうねずっと芸能活動をしてきてそういうことやってなくて、普通の女の子が普通の女の子をそばで見て、やっぱりそのなんかちょっとそういうねそういうのに憧れがあったのかなと僕なんか思っちゃったんですよね。実際わかんないですけど、まあ、だってかなり若いというか、うん、あれでしょ、年齢低い時からずっともう芸能活動してるわけですよ、ね、らしいですね。なんか子役かなんかもやってたんですよね、確か0歳からやってたみたいな、うん、だからそういう意味では、うん、そういうなんだろう芸能界ではない、うん、その大学の同級生とか見て、うんうん、こういう人生もあるんだなみたいにねきっと考えたんでしょうね、きっとね。本当だったら普通のね一般 その女の子がそういう芸能界だとかって憧れるというか、うん、ね、有名なかっこいい人とかかね、可愛い人とかに会えていいなとかって思うところ、もう初めからそれ経験しちゃってるから、なんかちょっと感覚違うでしょうね。そう、ないものねだりっていう感覚よく分かって、うん、普通でもほらど素人の女の子が例えば芸能人になりたいって言っても、うんうん、そうそうなれないじゃないですか。そう普通はね。でも逆に芸能人の人が一般に戻るってある意味簡単になれそうな気がするじゃないですか。いやーだけどどうなんですかね、結局もう全国でもう知られてるわけだから、まあね、知られているのでね、うん、生活する上でね、ですよね。でまあそれもひっくるめてちょっと占い的にどうだっていうのをこう考えてみたわけなんですけれどもね、はい、でまあ単純にこのまま完全引退してもう芸能界から一切足を洗ってしまうのか、うん、いろんな形で復帰があるのかとかですね、うん、あるいはまあ今後どうなるんだと、実際問題どうなんだ、本当に普通の女の子になってしまうのか、はい、っていうあたりが皆さんこう気になるところだと思うんですけれどもね、ね私はね、まずこの10年運、昨日も話しましたけどこれが変わったので、はい、表舞台に立つっていうのはないんじゃないかなと思ってるんです。ただね、なんだろう、例えばスクールの講師じゃないけれども、教える側とかですね、あるいはその制作側とかですね、いわゆる裏方系ならあるんじゃないかなって気がするんですよ。だからご本人がピンでまたなんかその復帰しましたとかっていうのはこの方の性格からするとないんじゃないかなって気はするんですよね。ただおそらくそのプロダクションなり会社側としてはね、逸材だからぜひぜひ売りたいっていう感覚はすごくよくわかるんですけれども、どうも今回の決心は固いのではないかなというふうな気がしますね。だからどうしても引っ張り出したいのであれば、そういうその講師側というかね、まあ、歌も踊りも上手い方のようですから、そっちの指導する側に回ってもよろしいんじゃないかなって気がしますけれどもね。なるほど。まあもったいないっちゃもったいないですよね。いやそうですよね、まあそうですよねですよねとしか言いようがないんだけどもね。まあ、だからいや僕分かりましたよ、そのなんでね発表からその卒業までこんなに短かったか、うん、話してて分かりました。何何何、多分結構やっぱり揉めたというか、結構最後の最後まで多分引き止められてて、結構、うん、どうしたってだけどもう意思が、本人の意思が固くて、うん、で発表がとで卒業まではこんな風に短くなったって言ったっていう僕の読みです。そうです、様子見というかギリまで引っ張ってもうこれ以上待てないから嫌で発表してしまえば、うん、もう既成事実になるよと、そう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 、ということで、いや僕これは占いじゃなくて僕の勝手な推測ですけどね。今日この後長谷川さんから重大発表があります、ね、引退しないですから僕が、引退しない、まだやる、やりますよ、まだ様子見る様子見るとか、ね、やめないですから、はい、はい、まあ、ということですので、使いたい方は彼女とうまく交渉するといいんじゃないかなというふうに思います。なるほど、はい、はい、以上でございます。ありがとうございました、はい。